こんばんは、かくんでございます。今日もですね、今日もですね視聴者様からプレゼントいただきましてありがとうございます。最近めっちゃもらうんよね、本当に。すいません皆さん、お気遣いいただいてありがとうございます。皆様の、救援物資で僕は生活できております。嘘です、でも本当です。ありがとうございます。それはこちら、ドン。今日もなかなか大きいんじゃないですか。はい、では早速開けていきたいと思います。はい、あとですね、すみません、開ける前に一つなんですけども、いつも配信させていただいているプレゼントの他にもいただいておりまして、まあ、撮影はなしでお願いしますとか、撮影 NG でお願いしますっていうこともお伝えしていただいたものは、撮影はしておりませんので、基本的に書いてないものは配信させていただこうかなと。あとは、これちょっと配信するとまずいなっていうのもたまにあるので、それはご遠慮させていただいております。はい。なので、配信 NG でも特には問題ございませんので、はい。おじさんに、ちゃちゃさんに、プレゼントある方はよろしくお願いします。では、開けます。何やろうか、この大きさやったら、ちょっと予想しようかな。何が入ってるか。重さ的には結構軽いんだよね。で、この形でしょ。なんか、編んでくれたセーターとか、チャチャさんへのお洋服、プレゼント。衣類系な気がしますね。はい。早速、答え合わせしたいと思います。お!まず、手紙がありましたので、読みたいと思います。OK です。ありがとうございます。さ、じゃあ、見ていきたいと思います。お、ちょっとこれ嬉しいぞ。わ、すごい、クリスマスだ。これと、すごい、これと、と結構分厚めのお手紙、ありがとうございます。うわ、おっきい、しっかりしてるわ。うわ、めちゃくちゃなんか高級感のあるメッセージカード。僕が送ったやつよりちょっとなんか全然違う、すみません。うわー、いただきます。すごっ、トナカイじゃん。結構長いぞ。読ませていただきますね。うわー、すごっ。うわ、ありがとうございます。すいません、頂戴いたします。うわ、すごいわ。すっごい、しかも字が綺麗で、すっごい量の文書いてました。800字ぐらい。いや、1000字ってんの、論文書けるぐらいある。じゃあ開けていきたいと思います。こちら、まあ、ちっちゃい方からいこうか。てかこのね、こうクリスマス仕様のさ、こういうなんか包装とかマジでいいよね、ほんとに。わ、ここにもあるわ。これもステージカード。OWL。まじか、これ。超嬉しいかも、これ。OWL。これ知っとう人は知ってるでしょ、これ。僕もね、昔ちょっと見た気がするな。いきます。3、2、1。ジュルルルルルン。素晴らしい。オープナーと、これはあれですよ、ワインとかをこうボトル開けたらキュッて置くやつ。今スクリュータイプがね結構主流なんですけど、大体そのコルクだったりとかねするのよね。だけどそのオープナーもついてるでしょ。でこれで開けて、コルクを開けて、半端なやつをこれに刺して保存するとか、そんな感じ。うわ、これ嬉しいわ。めっちゃかっこいい。ソムリエナイフです。まあ、要するに、これね、
これこの細い方、細いっていうこのナイフでコルクの周りの紙を剥いで、それからこのドリルっていうかここでクイクイクイってやって抜くってやつですね。わあすごい、これめっちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。じゃあ続きましてこちら、もうちょっと手紙には書いてたんで僕ちょっとなんとなく知ってるんですけど、開けたいと思います。ちょっとこの流れで言うとワインっぽくも見えるけどね。いくよ、ほい。すごい、いいですね。じゃじゃん、ペット用ホットカーペットです。いやありがたいですね、これはマジで。ちょっとほんとね、最近めっちゃ寒くなってきたよね。もっと寒くなってきたよね。一応こたつとか出してるけど、まあもう一個ぐらい設置してもいいかなとは思ってたんで、すっごい助かります。しかもちょっと大きいんじゃないこれ、いい感じで。いや大きいの欲しかったんですよ。おお、いいじゃんいいじゃん、こういうのね大きいっす結構で。あ、これで温度調整できるんだ。へえ。でこれが替えのカバーですね、替えのカバー。はい、わ、嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとね、これ早速なんやけど、カプリちゃん向こうの部屋にいるんで、向こうのこたつの下に引こうかなと思います。はい、カプさん。よいしょ。いいんじゃないのこれ。これこたつね、上があったかいんですよ。上が。で、下はね、本当カプリちゃんが自力で温めんと温まらないってやつなんですよね。下からの方がなんかちょっと気持ちいい気もするんで、それ試してみたかったんですよね、僕。いや、これマジタイムリーで嬉しいわ。いや、これタイマーも仕掛けられて、なかなか良さそうですね。でね、ちょっとやっぱり、暑すぎたりもする可能性もあるんで、こたつの中の半分ぐらいを、これ敷き詰めたいと思います。半分は何も敷いてない状態。じゃないとこう、自分で体温調節してもらわんといかんから。ということで、半分だけ敷きたいと思います。じゃん。あったかい？お、あったかいやん。お、いいね、いいね。あ、いや、いいと思います、かなり。ホットカーペット。ありがとうございます。カプリ先生も喜んでます。にゃんねん。はーい。はーい。クリスマスプレゼントありがとうございます。いいクリスマスになります。では、何回も言いますけど25日ですね、サブチャンネルの方でクリスマス生配信させていただきますので、皆さん遊びに来てください。9時からです。よろしくお願いします。メリークリスマス、ありがとうございました。